松村達郎は日本のフィギュアスケート選手。パートナーは東野明子。全日本フィギュアスケート選手権に東京都出身、青山学院大学卒業。身長は171センチメートル。1988年、東野明子とカップルを組み、全日本選手権で滝野香る、滝野健治組についで2位に入る。その後、 1991年まで同選手権では4年連続の2位となる。引退後はアイスダンスコーチとして活躍し、1998年の長野オリンピックでは日本人初のアイスダンスコーチとしてリンクサイドに立つ。その後、日本スケート連盟に所属し、トリノオリンピックバンクーバーオリンピックソチオリンピックの日本選手団の総務を務めた。2014年、 ソチオリンピックにおいて、浅田真央、鈴木明子の練習拠点に、アルメニアのリンクを選んだことで、先般の一人として批判された。2016年に、国際スケート連盟デベロップメントコミッションとして、役員に就任。2018年6月の ISU 総会で理事に、当選。ソチオリンピック 2014JOC、日本スケート連盟フィギュア歴代記録アイスダンス。 アーカイブド2014年2月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、代表選手団、日本オリンピック委員会、浅田真央の、措置の誤算を反省化。スケート連盟が取ったピョンチャン対策。ISU デベロップメント・コミッション・キックオフ・ミーティング。ハット・ ISU ニュース・エレクション・ディザルツ。ありがとうございます。